イエーイ、今日はやべえよ、人数多いけん。そう、期待してくださいってことでね、洗礼を浴びせてくださいってことで、始まりました、クラブアクアの酒三昧。今週もね、ほら始まりましたよ。来るよ。つめつめつめ。めっちゃ多いな。今日めっちゃ多い。いや今日はもう みんなね、今日多い、めっちゃ。めっちゃちっちゃく見えます。一二三。え？絶対俺後ろの方。一二三四五六七人、七人か。後ろやからめっちゃ顔ちっちゃく。一二三。どういうことっすね。俺もめっちゃ顔ちっちゃく見える。あ、りょうががいないんか。りょうがさんがいない。あ、りょうがさんがいない。りょうがさんがいないけど。え、なに？逃げたの？逃げた。逃げた。りょうがさん来るんかな？叩かれるから出へんじゃん。あー。出ても出らんでも叩かれるやろ。出ても出らんでも叩かれるやろ。どっちでも一緒やろ。おっぱいおっぱい。早くない？逃げ足早い。じゃあなんか今なんかボードなんか書いてるんで。うん、できた？できた。はい。全然見えんやん。てれん。秘宝ラン左足の甲骨折したってさ。ざまよ。ざまよ。これに関してはざまよな。ほんまに。いやそんぐらいがちょうどいいやと思うよ。ちなみにちなみにランチョス五日酔いです。違う。ランが折れた理由知ってる。あみんなもう。ごめんパチパチってやってるよみんな。いやなんで？みんな喜んでるもん。なんでなんで折れたんすか？あのね、テンション酔っ払ってね、テンション上がってね、ビルにハイキックしたらね、ビルがトンってずれたの。はい。え？ビルにハイキックした。お酒入れよ、お酒入れよ、お酒入れよ、お酒入れよ。ビルにハイキックしたらビルがトンってずれて、やけまあこうビルに負けたわけじゃない。引き分け。引き分けですか。そう。引き分けじゃないやん、骨折しようねんけど。いやビルもちょっと負けてるやん。そんなつまんない話聞いた。負けてる。うるせえよ。あ、お久しぶりです。あ、そういうわけでね、始めました。クラブアクアの酒三昧ということで、やばいやばい、そんな見てるから。え、見てた。今日はね、いろんな ゲストというか出演者多いですけど、まあね、初めて見る人ももしかしたらおるかもしれないのでね、自己紹介いくと、五十嵐蘭です。で、あ、ちょ、おのおのちょっと自己紹介。あ、これも自己紹介いい思い出ない。なんでなんかあったじゃないですか。あ、じゃあ、好きな女性のタイプと自己紹介。だってヤマトタケルは有名やからさ、自分の名前とエースの名前発表してこうと思って。マジヤマト、俺あれだけ見たもん。あれ見たの？超怒られた。あれヤバくない？超怒られた。気になって見た。あの回はすごかったよ。全部言い出したのマオさんだって。そうだよ。俺見返したの全部マオさん。あ、みんな自己紹介して。でもマオくんうまかったね。ヤマトタケル強すぎる。いやそれモンストの話やろ。絶対絶対モンストの話やろ。ヤマタケ簡単でしょ。俺4分でクリアできるわ。ちょっと見してよ。いや出ないですよ。違う違う違う、見えん、見えんに。これもう白いぽ。え、これなんか見えるように。あ、じゃあもう何この沈黙。めっちゃ沈黙じゃない？椅子が欲しいの。ちょっとえ、これ今やってますよね。やってる。ねえねえねえ、めっちゃ沈黙。
ニコ生ってこんな感じだったっけ。いや、だらーと思う。バスン、明日2013年バレンタインイベント来いよ。なんそのさ、英語とひらがなのやつ。じゃあ、綴りがわからんかったえ、ちゃんと19と20のやつ書いて。ちゃん、じゃあちょっとちゃんと自己紹介してよ。あ、じゃあ自己紹介、とりあえず誰が誰か多分わからんと思うけん、うん、で、じゃあランランからこういこう、こう。好きなタイプは、いらんわ、好きな女性のタイプは言うこと聞くやつ、どうも、五十嵐なんです。いいよ、普通名前でいいよ。アマネルダです。ソラです。タケルです。あ、違う、早いわ早いわあのさ、早いわ、ずんと、ずんと守って、早いわ。タケルです。あ、ジンです。ジン。ミサキです。はい、ミサキ。ハルキです。はい、ハルキ部長なのに、部長なのに、はい、ハルキ今日社長出勤。ハルキです。はい、ハルキ。はい、ハルキ。今日は男と行ってるから。はい、今日はあのこの豪華メンバーで、だいたい髪明るいやつらばっかでお送りしてくんだね。そうかな。お、一番だってこう、こっちか。じゃあなんか、実は暗い。実際はなんかあの、あんまそんな明るくないんやけど、画面越してみたらめっちゃ明るくない。めっちゃ金髪だもんだ。いや、お前は金髪でしょ。金髪でしょ。いや、こう見ても金髪で言うて。なんか、樹歴さんっぽいっすね。うわー、やめました。やめなさい。そういうのはやめなさい。なんで、じゃあ、何乾杯しようか、乾杯しようか。どこのお店の人。どこのお店の人。僕のお店の人。キングの人、キング。俺、ウーロン茶飲めへん。あ、好きなのあります。好き。これ、今日この放送全部飲む。濃いめですか。逆に僕らコメントで言う。あ、コメント出たの。キングの姫聞いて聞かれちゃった。じゃあ乾杯。乾杯。イエーイ。コンポタージュが一番美味しいよ。こっ、こっ。いや、もう酒ざんまいやから。バリコ。バリさん、なんでめちゃくちゃ。なんでさ、普通にさ、ここにいる高梨真央をさ、見つめながらそんなに。どこ、どこ。いや、俺よ、これ。あ、いた。どこの。あ、カイモもいる。タケルもいる。真央さんいるよ。どこのグループなの。え、これ、それどこのグループ。いや、もうそういうのやめよう、もうそういうのやめよう。割とね、結構ね、過去放送マジで本当に見たくないぐらいヤバいから今日は一瞬もうね、いや、こう初めて見る人もおるかもしれんし、やっぱこう人数多いからちょっとまあ掘り下げ系でね、いろいろ多分本人いろいろ言いたいこともあるだろうから。ニュージャレビーキー。いや、それそうないかなと思うからね。ええ、そんな感じで結構やばいよな。ほんとやばい。今結構ガチなやつやったよ、うん、めっちゃガチだもん。こっからいっとく。なんか何、しょっぱないっとく。いや、あとでいい。え、あとでいい。あとで。あ、じゃああえてそれには触れない感じ。いやいや、触れよう。じゃあ、いや、いや、今現在。うん、いいや、まだいい、まだいい。というわけでね、そう、なんかね、人数多いとね、大変。人数がまずやばいな。え、初めて出る人はおるんかな。いや、多分おらんよ。俺半年ぐらい。あ、じゃあみんな出てるんや。あ、そうやね、めっちゃ久しぶり。じゃあ掘り下げる、掘り下げる、今日の部長。部長、部長といえば掘り下げる。じゃあ今日に関して。主役だよ、主役じゃないよ、主役じゃん。部長といえばもう、やっぱ部長、やっぱ部長。全然主役じゃない。部長といえば、うん、部長といえばね、ハルキ部長の100のこと。イエーイ。質問、いや、なんか質問が来たら、そう、質問だけやん。部長に、部長に、部長にね、100個ちゃんと、100個ちゃんと、ちょうだい、100個。そう。フランスパンは好きですかって。はい、フランスパンはどう。いや、だって、フランスパンって書いてるもん。このね、ナイトチームの方じゃなくて、その、アベマの方がね。フランスパンのあの、練乳挟まってるやつ好き。そんなあれな、中が見えへん紙のやつ。フランスパン工房みたいなやつ。それちょっと、あ、違うの。フランスパンで何か料理するとしたら何作る。フライパンね、フライパンね。あ、フライパン。やばいやろ。フランスパンってやばいやろ。グイグイやろ。フライパン、じゃあ何か作るでしょ。何作る。じゃあ部長、何作るんですか。いや、カッコつけないでください。うん、普通に。あ、でも料理するやんな。料理する、料理する。知らんけど。そうやで、知らんけど。知らんけど。フライパンで作るやつ。あれかな、フォアグラのソテー。絶対さ、絶対さ、絶対。フォアグラのソテー。当たり前かのように、当たり前かのように言うの。いや、でも言うてもさ、フォアグラのソテーってバターで焼いただけやけど。まあでも、あれもフライパンでやるけどね、実際ね。うん、
ね、どんだけ水好きなんだ、空はフライパンで、俺でも関係ねえよ。あ、でも空は結構料理できますからね。返してやで、温野菜ぐらいしか使えない。バカ、それしか知らんやろ。なめる魚、なめる魚。あ、温野菜ってあれね。そう、あれだ、ちょっと水入れてこう火入れるだけやけど。そう、あ、でも意外と質問全然こんくない、全然こんやん。質問なんだ、興味ないやないじゃん、もはや。あ、俺のことね。このまま全部とか、もはや頭おかしいから、うん、コメントがもう、マジでコメントのことがもうやばい。なんてベンホみんな料理できるのって。誰かこれ見とるやつで薬やったやつ、俺ダメよ、そんなんしちゃダメよ。しかもさ、ね、違う人で同じようなコメントしてない。ほんとよ、なんですげえ。怖くない、普通に。みんな料理できるのって。でもどれがいきます。大体山田はだって茹でるだけやん。それも一個だよ。セブンの金のやつね。美味しいけど、ね、美味しい。あれ美味しいんですよね。うん、なんか普通に質問ください。質問。ちょ、あの春木部長はよう分かっとるらしいから。ないんかな。株空の100のこと。株って何？いや、空最近かぶって呼ばれる。バカやろ。忘れてた。最近色が白いし、なんか顔がかぶに似てるけんつってかぶって言われてんの。うん、そう。ぽいはやないやろ。とりあえずお前はもう寝ろじゃん。もう帰ろお前。そっちの株じゃなくて、あの大根みたいな株。あのさ、大なんやの、株やん。いや、分かりづらい。株やん。分かりづらい。株か。かわいそう、そんなこと言った。逆にそのコメントが悲しい。かわいそう。本当にやめて。かわいい株やねって。ねえ、かわいい株ね。でもなんかさ、今まででさ、そのニックネームみたいなあだ名で、今まで最悪なの何？いや、あるよ。何やっけ？何やっけな？デーモン。デーモン。いや、俺、違う。なんか、違くて、なんか一緒に、その部長と、初回でめっちゃ痛いって言ってた。そう、マジやばいやつ来て、で、部長ついてて、でなんか、え、デーモン小暮に似てるねって思って、はみたいな。ちなみにあるけど、なんか、そしたら、あ、違う、覚えてないけど、で、それで、そしたらなんか、あ、分かるわって言って、あ、そうなん。なんか俺めっちゃまともなこと言われたのに、なんかわまんくらいだけど、痛いお客さんじゃなくて、ソロに対してだけじゃない。違う、でもその前からちょっと噂聞いてたの。なんか噂聞いてデーモンっぽい。いや、この違うわ、この店デーモンなやつ、この店デーモン似てるやつ俺なみたいな。で、なんかそれ、まあいい、別に、まあさ、その初回のお客さんに言われるのいいやん、別に。じゃあなんか別に普通に、うん、分かるわって言って、そっからなんか、それでなんか分かるわとか言いながら、もうほんと1ヶ月くらいずっと1日1回くらい、うん、デーモン似てるもんねってめっちゃ言ってくる、マジで。初回で一緒に一番悪いやん、誰かに似てるやんみたいな、うん、女の子側からさ、そう、その時もう絶対言う、デーモン、デーモン、こいつデーモン似てるから、すっげー俺にしか聞こえんぐらいの声でデーモンやろみたいな。バカか、悪いわ、何その近場のいたずら。そう、バカかって。何なのその、めっちゃ無視する、めっちゃ無視するやけん。あ、帰る、めっちゃ無視する。そう、明日から言います。え、ガチで、ガチで、いやいや、やめて、ほんまにやめてって言われて、ガチな、ガチ、ガチな感じで見る。え、ルナはあだ名すか、うん、白豚っす。それ中学の頃やろ、それ。中学までっすけどさ、ルナも若干デーモンやん。デーモン系ではないです。え、じゃあデーモンを歌えて死ぬ。老人形にしやろうか。セブ君なんて言うんですか。老人形、老人形にしやろう。あやけん、お前を老人形にしてやろうかって言ったら、うん、CM 始まるから。うん、分かりました。せーの、お前を老人形にしてやろうか。ええ、先輩。なんだ、どうしても売りたいんです。でもなかなかうまくいかなくて。お前らロミジュリのシステム知ってるか。だから頑張れば売れるんだ。絶対やります、一生ついてきます。お前らやっぱりロミジュリだな。
しょうがねえから俺もうちょい買っていいじゃん。あー、おっぱいおっぱい、ねえ、おっぱいな伸びろコメント。おっぱい、そう、なんかね今日コメントがマジ伸びねえから、ちょっとあの、いつもみたいにならしちゃっていいよ。今日コメントがおとなしいもんね。おとなしい、 いや、おとなしいね。散々いつも、なんか、え、なんかランナーまだディスられてないしな。お、確かに散々なんか最近まだディスられてないよな。さあ、なんかもう、ほんとアンチコメントのおかげですげえコメント伸びてたのね。ディスられへんかったら何すんの。そう、逆にランナー使うんじゃない。ただの司会が悪い。逆にだってもう、司会もタモリかなんかみたいになる。うん、ええ、そっちが言い過ぎだわ。今日なんか多すぎてコメントし、ああそういうことね。あ、逆にね、人数が多い。スポットライトは誰かにはテントだけなの。そう、内容がおとなしいからじゃないって。内容おとなしいかな。内容過激なこと行く。笑えない、笑えない。何してた。いや、ちょっとうんこイケメン前にいたおかんと出ました。問題じゃな。ほんとほんとほんと。前行きましょう。そう、なんかね、話が脱線しすぎてよくわからないんだよなって。そうで、なんか趣旨決めよう、趣旨。ガヤもうるさい、ガヤもうるさい。ただのあの、普通のアンチなコメントやん。誰がうるさい。多分誰がうるさい。誰がうるさい、そのガヤっち。まあ、あ、でもさ、言うてもさ、なんかさ、どうせあれやろう、なんか俺の声でけえなみたいな、そんな大きい声喋らんくてもマイク近いやけ聞こえとるわみたいな感じだろ。おいおい、コメント止まんじゃねえよ。バカ野郎お前。逆にやりにくいな、誰もディスってこんけん。そう、あのさ、なんかディスってくれた方がよくない、ね、ディスられるのに慣れすぎましたね、うん、ディスられないやり方がわからなくなる。じゃあむしろなんか最近それを美味しいと思ってる自分がいるから。暴露してないから。あ、暴露してたらあれるの。暴露が欲しいか。まあ最近なんかやべえ放送多かったもん。バカったでしょ。暴露なんかあります、ね。でも俺もう暴露することがない。ランくんの暴露全部知ってんじゃん、みんな見てるやつは。ランくんの暴露は何しても起きない。そう、この頃すごい。何しても起きない。じゃあ行きましょう。何、もう暴露行きましょう。ランさんから。な、何の暴露。じゃあ最近リセットしました。マジで。最近わうわー、じゃあ今年、じゃあその始めしたかどうか。え、俺マジ真剣に今年してない。一緒一緒。俺も全然してる、全然してる。ランランだけ、ランランだけよ。してないって言ったらできてない。感情多分ね、めっちゃやってる人あれだよ。ランをハルキさんを友人いじりとか6日前ぐらい。うわ、結構リアル。いや、ガチやん。結構リアル。ガチやん。リアルだな。まだ席に届かないやん。無理。そう、全然リアル、リアルで。じゃあ、美咲いつオナニーしたかったみたいな。今朝。リアル、リアル。え、オナニーをするでしょ、今朝って。え、でもまだ今年始まって2ヶ月しか経ってないですからね。1ヶ月ちょいか。しかもオナニーも多分10回もしてない。逆にしてないよ。オナニーですか。オナニーも、いや、ほんと去年は1日2回ぐらいしてたんですけど。1日2回っていつのタイミングですか。今年入ってから忙しすぎてできない。そんな出勤してなかった。そんなにない。まあまあまあね、出勤してない分できるよな、そら。やりできない、できない。そら出勤してないからな。1日2回のオナニー、1日2回のオナニーって結構やりすぎなんですよ。いや、帰ってきてからと起きてから。ね、最近聞いた話だけど、うん、8日に1回すると健康にいいらしい。でもあれはね、メモ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 。いいですよ。8日も我慢できないけどな。コミュニティガイドラインに引っかかると悪いけん、なんかあれやけど、男性のアレッチ、3日溜め込むと腐るらしい。あ、精神腐るらしいっすね。そう、そうなん。じゃあ腹待ちたいときは割と毎日やんなきゃダメって。何、腹待つって。腹待せたい。腹待せたいときは何、腹待つ体験ホストなん。いや、違う違う違う、マジで。あー、これコメントあれるよ。あー、やばいね。これ趣味料金と。これ逆に何もあれへんかったら逆にかわいそうやけど。もうちょいヒットしろよって感じ。あれません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何この人。え、そう、やっぱり扱いづらいね、人数多いと。
そう、3人とかだったらすごい話しやすい。そう、逆に多すぎてなんか困るっていうやつね。いや、あの、全然どんどん自分出してった方がいい。CM 終わったっすか。やっぱホストってあれやん、ルナ全然喋ってないもんね。そう、本当やん。緊張してる。ずっと喋ってしかいないですよ。ずーっと体揺れてるよね。ずっと決めてる。なんか揺れたい。ダイエット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 。やっぱ今年一やから。じゃあ抜けようかな、ちょっと。なんか、お前に入れたね。イケメンは本当に。ちょっとじゃあ俺カメラマンするわ。あ、それありっす。声だけ出演するわ。それあり。え、ちょっと喋って。天の声みたいな。そっちじゃねえ、そっちじゃねえ。え、なんか近くなった、近くなった。何？買ったの。こっち、こっち、今すごいアップになってる。え、アップになってる。戻った、戻った。あ、今こうすげえ。すげえ上がるわ、これ見る人。毛穴まで見える。やめろ。いやでもね、あんまりね、これね、動かすぎるとね、逆に見づらくなるんよ。もうだってすでに変になった。もうちょい下じゃん。もうちょい下？どんぐらい？もうちょいですね。あ、オッケーオッケー。のよりでしょ。ん？これがちょうどいいやつ。こんぐらいでしょ、多分。いいよ。これですか。ちょっとすごい葬式みたいな。また戻ってるし。変わっちゃった。寄ってるわ。こんぐらい？もうちょい切り替えてくれてんねん。あ、そうね。こっちとこっちがあるけん。うんうん、そう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 。すごいね、こんな感じ。なんかあのさ、学生時代のさ、集合写真撮ります、はいチーズみたいな感じになってない？なんもみんなやる気ねえもん。もう今日やる気ないな。ちょっと喋れよ。今日もうホストじゃないもん。山田結子顔絶対仕込みだろ。なんか完全俺のおかげだろ。営業終わりの喫茶店みたいになってたから。自分で携帯で見てません、今コメントしないですか。あ、自分でしてる。逆に仕込みだろ絶対。毎回毎回顔小さい。あの、多分あのお客様にいいこと書いてみたいな感じ。じゃあ俺とあんま近づかない。合わせればいい。いい、やだやだ。でも小さいんじゃない？神回起こすか、最後に。神回やっちゃうか。え、でも言っといた方がいいんじゃない？あの、あれ、ソラさんは。あ、ソラうんこ行ったからね。お前バースデー告知してんの。うん、誕生日、バレンタイン、バレンタイン、誕生日。やっと口開いたね。ずっと開いてる。怒ってるやん。もう怒る。さあ、明日ね、バレンタインのイベントがあるんやけど、なんかあの、その催し物は、あの、まああの、期待して、あの、交互期待ってことだよね。あの、なんかあるから、あるやけど、まあそれはもう来た人にしか言わないから。やばい、言わないで。マジでやばい。があるからね。うん、あるから。すごい。わーってあるから、そう。明日はバレンタインじゃないんやけど、あ、まあでも日付変わったけど、あれか。そう、なんかね、今日、日付変わって今日の13日が、そう、バレンタインイベントやから。でも昔よくやってた。そう、あの、みんな来たらなんかいいことあるから。そう。で、で、はい。絶対今からどうも。あ、誕生日、バースデー。はい。絶対に。いつな？20日にバースデーがあります。僕の。来てください。やる気な。本当に。なんすか？誕生日、誕生日一緒なんですよここ。生まれた日が一緒。本当に？それは本当に。トーク下手か！1日1日。一緒。あと。でも年は違う。月曜日。バースデーの告知。おやすみなさい。いい夢見て、いい夢見ろよ。もう俺まだ、いや、じゃあもうあの告知しちゃって、そっからもう俺ギャンガンマシンガンで話すから。言った？はい、言いました。今月、うん、ちょうど1週間後の日曜日の19日に僕のあのバースデーイベントするんで、もしよかったら遊びに来てください。はい、ね、はい、よっしゃ。普通のフリートークショー。あの2日連続19とルナが20で、そう、2日連続でイベントします。 2days、 2days、 もうなんか言うたら 2days だな。1日1日でね。そう、なんかね、バースデーイベントするらしいから、遊びに来ちゃってくださいってことだよね。お願いします。よし、じゃあなんかそのバースデー前になんか潰し行為する？なんで？しかもちょっと噛んだけんダメ。する噛んだけんダメ。え、ぶっちゃけでもバースデー前ってやっぱ女の子とセックスしてるみたいな。めちゃめちゃ。俺は全然ない。俺は全然ない。バースデー前と締め日前はクンにするの当たり前でしょ。だってクンに30分。え、
なに締めビバーに来るにすんの？締めビバーに来るにするのは当たり前じゃないですか。で、なんかこう頑張るよみたいな。え、てか締めビいましたっけ？いないです。そこをまずからいつもおらんやろ。え、今月何回出勤しますか？4回3回。結構普通にさ、普通にヤバいやつやけんな。普通に別にコメントが伸びない。本当にヤバい。でもこれの LINE ID 見て LINE してくれた人とかいるのかな。え、俺 LINE 来たことあるよ一回だけ。僕1回行きましたけど、初めてだった、うん、指名で来たことはない。返し既読1回も来たことない。俺ね、俺も来て、うん、指名で行きますねみたいな感じだけど、うん、全然来へん。もうくるくる来たことある。いや、まだその指名で行きますねみたいなドキドキ感あるやん、うん、俺だって唯一このもうずっと俺これ出てるじゃん。唯一 LINE 来たのってあのクリスマスのプレゼント応募の時に。結局何あれあげたんすか。いや、それはまああの、もらって。あげてねえな、この人。いや、あげてるあげてる。何あげたんすか。ドローンでしたっけ。ドローンもあげてない。ドローンかレイコップって言ってませんでしょ。レイコップだったらまだいいやん。何あげたんすか。いや、もうそれはもうもらった人にしかやる。うわ、やばい。絶対大したもんあげてない。そう、来ないのよ、意外と。え、まずあげてるあげてる。鳴らしてください、鳴らして。もう1分前。そう、あの本当に普通にあの僕ちょっと最近お客様少ないんで。あのマジで連絡ください。で、みんな言った方がいいんじゃないの。 LINE 言っとったらくれるかもしれんけん。締め日前にジンはでもお客さん足りてるもん。足りてる。いっぱいおっぱい。おっぱい。そう、そのわけでね、あの今日の放送はすごいまったり会みたいになっちゃったんでね。多すぎたな、多すぎた今回。で、その反省点をまとめて、うん、またちょっとあの書類にまた反省文400万円ゼネメ原稿用紙に書きたい。ないないない。そんなわけでね、あの次回の放送も楽しみにしてくださいということで、あの明日バレンタイン、そして、19ソラ、20ルナバースデーイベントあるので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいということで、2月関西期関係ないから赤は盛り上がってます。来てね、バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。